ちょっと細かく掘り下げていっきますねえ脳内麻薬が出るということはですねそうですそうですアドレナリンだとか、えー、3種類ですね、えー、アドレナリンセルトニンドーパミンですねえー、っとこのアドレナリンドーパミンセルトニンこの3発が脳からピューって出るんですねこれねどういった時に出るかここが問題なんですね、えー、私はですね このの脳内マイクを出すのが得意なんです、ね、お前、そんなもん得意でどうするんだって言いたくなるんですけども、これね、あのー、いきますよ。世の中にはスーパーマンみたいなことができる人がたくさん、たくさんはいないね。ちょっといますよね。まあ、それこそスティーブ・ガッドでもいいしですね。あのー、いろんな変態ドラマがいますよね。で、その人たちは、 うーん簡単に言うと脳内麻薬を出せる人たちなんですね。えー、脳内麻薬ですから、麻薬っていうのはこれ、ね、麻痺、薬麻痺って書きまあ、まあ、まあね、これ朝っ,って書くんですけどね。まあ、ということであの、要するにうーん脳みそが覚醒するんですね。覚醒する。でそれを自分の脳から出すんですね。 で私はこの脳内麻薬を自分でスイッチを押すことができるんですね。これはあのー、どういうことかというと、えー、非常に、えー、まずい、危機感がある。ここ大事ですから、えー、危機感があると、やばいと思ったときにスイッチが入ります。これをですね、 えー、その世界の人たちはサバイバルモードって言うんですねサバイバルモードっていうのはやべえなこのままいったら死んじまうぜって言ってやべえってってよっしゃやべえ生き残らなきゃなんないっていう時にオンになるんですねということでこのオンオフができる人たちっていうのが世の中にいるんですまあ例えば何か過酷なことを経験しただとかね交通事故にあったとかってことでほら 交通事故にあったら人が変わるってよく言うじゃないそれはドーンっていう衝撃で、あ、死ぬかもっていうところでの危機管理能力っていうのがダーンって立つんですね。そこで、今まで生きてきた世界が違う世界に見えるんですね、その人たちはね。そして、あれ何なんだっていうことを気がついて、危機管理能力が、危機感がもも持ってますから、そこでスイッチがポンって押してやるんですね。だから、でかい交通事故にあった人たちは大体覚醒してますね。 まあ、大体そういうメカニズムですね。だから、まあ、誰でもできるんですね。なんてね、いうことで、まあ、ちょっとね、ヘビー、あのヘビーというかね、よくね、私はね、あの生徒さんにね、あのー、そうなんですよ。自ら出せるんですよ。あのー、要は、えー、っと、危機管理能力が発動すれば出るんですね。スイッチがオンになるんですね。ってことは、本気でまずいと思えば、絶対誰でも出るんですよ。 本気でまずいと思う例えばですね、えー、そうですね、まあ、よくあの、言,う言ってる、俺の生徒にね、何人か言ったんですけどもね、例えば、いきなり、なんか悪党が部屋に入ってきて、へへへへ,へって言って、電気のこぎりを持って、私に <laughs>、切りかかってきたとしますよね。そしたら、やめろーって言いますよね。 はいその時に完全に脳内マ薬ク出てますから。分 <laughs> かりますよね。例えば、怪我をした時ね、あーズボーとかって、この手が、肉が半分ぐらいベロって抜けたとしますよね。おーっ、ちゃーっつって、腕掴んで血出ないように、あーってやりますね。この時に脳内マ薬クが出ますね。非常に簡単なんですよ、メカニズムは。危機感を感じたら出るんですね。 なので、じゃあ何、そんなんか大変なとこに何、あの行けば出るのって言ったら、大変なとこに行ったら出るんですけども、それはやれないですね。なので、どうしたらいいかというと、答えは簡単でですね、えっ、ー、と、自分の心の中で、やっべえな、俺本当にもう、出来損ないの、もう、もうおたんごキュウリみたいな感じでですね、<laughs> 自分で、ああ、もうって、やって、思っただけでも絶対出るんですよ。 だから、本気になるってことですね。えー、やばい、死ぬかもっていうのは、本気で死ぬかもしれないってことを本気で思ってるだけなんですよね。だから、出るんですよ。だから、その、ノーナーマイが出る人たちっていうのは、結構そういう窮窮地、窮地に立たされたっていう経験をみんなしてるんですね。そこで、おっとって覚醒して、覚醒をした世界を一回見てますから。 だから、通常に生きてる世界と覚醒した世界っていうのの両方の世界、そいつは分かってます。なので、あの世界かっていうのは一度体験すれば分かるんですね。ということで、その覚醒した状態で万が一練習をしたら皆さんどうなると思いますか危ないでしょう、ね。だってね、やべーって言ってドバーって出てるんですよ。頭から思いっきり。その覚醒剤よりも強いものが脳から自分から出るんですから。 すごいでしょ覚醒剤よりも自分の脳から出る方が強いんですよ。ねまあ、よくあるのはね、腕がちょん切れたときに、痛いって言ってその、それ脳内マイクが出たら、この切れたその痛みを半減させる。痛いっていうのを半減させるためにそういうマイクって出るんですよね。要するにその自己防衛の,あの薬が出るようなもんですよね。これが出る。 私は脳内マイクが出てる自分でよし、やるぞまあ、本気になるってことですね。よっしゃーってなったら大体私は1日10時間ぐらい平気で叩きますから。もうね、こいつ狂ってんじゃねえのっていうぐらいガシガシいくから。もうね、多分その姿見たらね、こいつバカなんじゃねえかって絶対言うから。 本当に自分でもバカなんじゃないかって思いましたね。<laughs> それでね、一週間ぐらいね、毎日ね、10時間ぐらいやったらね、なんと死にそうになりました、本当に。モルヒネ、そうそうそう。まあ、それに近い。ということで、まあ、あのー、まあ、本気にモードになればですね、自動的に脳内マイクが出て、活性した状態になるとですね、いろんなことに気が付けるんですね。 ここがポイントなんですよ。だから脳内マイクが出て覚醒をした状態になったらいろんな物事を深く掘り下げて考えることができて気がつくことができますね。気がつくことができればそこのことが分からなかったものが自分で気がつくのでなんだそっかってなっちゃうんですよね。要するに分かっちゃったってやつですね。あ、俺分かったかも分かっちゃったってなるんですね。なのでこの脳内マイク、本 本気で、よっしゃーって、これまたね、本気っていうのもね、なかなかね、言葉で言っても伝わらないんだよね。本気、要するに、死ぬかもしれないとかって思ったら本気になりますから。でもなかなかね、そんなね、死ぬかもしれないって、普通の生活で思えない、ないでしょ、別にね。ということで、まあ、なんかそういう窮地に立たされた時に、スイッチが入ります。 だから自動的に入るのでそれを逆説的に考えますね、えー、自分を窮地に追い込むっていうことができれば自動的に入れますからだから自分でできるっていうその練習をする前にですね例えば私はこれから練習をすると決めていこうじゃねえかほら行く、はい、ぞってやってるだけでももう出てるんですよ 軽く出る、ねまあね、トランスするなんてことをよく言いますね。トランスっていうのは、いわゆるこの脳内マイクが出てる時ですね。まあ、ということでね、この脳内マイクを出せるっていうことが、ある意味では、えー、スーパーマンになる一つの、あのー、こう乗り越える場所ですね。そんなに難しいことではないです。<え>えー、何か自分の中でね、えー、何か目標を決めたりして、よし、なんとか頑張ってやるって言ってね、もがいてもがいてもがいて,がいてる練習で、 うわできねえよってやってるじゃないあれもね、できねえよってやっててね、諦めないで、いや、くっそーってやってる時に実は脳内麻薬出てるんですよ。だから、うわできないやつっ,ってやめちゃうでしょやめたらそこで脳内麻薬止まりますから。だから、きついけどやる。ああきついけど、あと10分頑張れ。あと10分とかってやってるとね、脳内脈やろうになってくるんですね。俺みたいに、いつでもポーンって押せるんですね。もうね、 押した日には最後ですよ、本当にね。その日のエネルギーが全部なくなるまでずっと動きますから。<laughs> もうね、ほんでね、結構次の日やばいんですよね。あの、覚醒剤の時もね、あの覚醒剤をやった人の,あの話もいろいろ聞いたことあるけどね、覚醒剤もやばいんだってね、打ってたらね、3日分ぐらいのね、えー、エネルギーをね、その1日で使っちゃうことができるの。要するにずっと寝ないとかね。もうね、 やばいんでしょ覚醒剤ですからね。だからそれに近いものが自分で、えー、できる。まあちょっと、話がちょっとこう、かなりこう、宇宙的な、医学的な、あの人体的な方にちょっといってるんですけどもね。まあ筋トレもそうですよね。いろんな感じ。それで筋トレで、オラーってやるのも、あれノーナーマイク出てますよね。ということで、その、ちょっと1個ね、ライン。生きてる通常の世界から1個ラインが飛び越えたところに行くと、 最高ですよ、皆さん。これ。まあ、女性はね、ちょっとね、あのー、あんまりこう、ないマイク出せって、あんまり実は言えないんだけど、やろうどもいるでしょ、やろうども。ね。やろうでしょ。ね。ちょっと出してみてよ、本当に。最高に楽しいよ。<laughs> <laughs> はい、という感じで、今日の30日、1月30日ですね。 えー、今日も終わらせていただきたいと思います大丈夫ですよねはいじゃあ皆さん頑張ってみてねよろしくねありがとうどうも失礼しますどうも